痩せる夕食の食べ方をお伝えします。あなたはご存知でしたか？実はお昼よりも夜食べる方がお昼に比べて20倍も太ってしまうんです。これはですね、すごい違いですよね。ですからもしあなたがこう朝起きた時にお腹が全然空いていないのであれば、夜食べ過ぎている可能性大ということなんです。そこで今からこの動画を通じてお伝えするお話で、あなたは正しく夕食の食べ方を知ることができて、結果あなたのその脂肪をですね、上手にこう燃やすことができるんです。その方法をお伝えしていきますね。まずいろいろありますが、もう一番のおすすめはこちらです。プチ断食です。こちらはですね、プチファスティングとも言われるものなんですけれども、簡単にお伝えしますと、意図的にお腹の中をこう空っぽ、空腹にする時間を16時間作ってあげることなんです。もちろんですね、夜はこう腹8分目で食べるですとか、よく噛んでいただいてもらうとかですね、もしくはその寝る2時間前にはしっかり食べ終わる、ダラダラ食べないとか、いろんな工夫はできますが、やはりこのプチ、断食、プチファスティングをすることで、あなたの体の中でですね、糖質に代わるものをエネルギーとしてその燃焼し始めますから、そのプチ断食ファスティングをしてあげることで、体のその脂肪を使ってその燃やすというのがですね、グンと上がる状態をあなたご自身で作ることができるんです。では具体的な方法ですね、お伝えします。まずこの空腹時間を意図的にですね、16時間作りましょうということ。ただ日中ですね、活動している時に16時間何も食べないって難しいじゃないですか。それでですね、使うのがあなたの睡眠時間を上手に味方につけることなんです。睡眠時間プラスその前後数時間を使って、トータルで16時間空腹時間を作ってあげましょう。例えばあなたの睡眠時間が8時間であったらいかがですか？その前後、夜のお時間と朝起きてからのお時間を上手に計算していただいて、だったら何時間前までにはもう食べるのお休みだなとかですね、できると思うんですよ。さあ、そしてポイントがここです。何も食べない時間を作って、12時間経った以降からですね、さらにその脂肪燃焼効果がこうアップするわけですから、できれば12時間でやめたくないですよね。12時間以降ですか、その12時間経ってからさらにその最低でも16時間はキープしたいところなんです。そしてそのプチファスティングが明けてから最初に口に入れる食べ物は、もちろん消化に良いものを召し上がってくださいね。ここでいきなりですね、こうステーキなんかをこうパクッとか食べてしまうと、一気に血糖値が急上昇してしまって、またその脂肪を溜め込みやすくなってしまうから要注意です。さあ、その注意のお話もう少し詳しくお伝えしていきますね。太る原因です、3つあります。1つ、まずその食べ過ぎてしまうとですね、消化に力をですね、使ってしまうわけです。酵素もそうですしね。そうするとあなたの代謝の方にその酵素が残っていない、要は代謝が落ちてしまうわけですね、食べ過ぎますと。ですからその食べ過ぎると、太ってしまう、イコールその消化に負担を、かけないということ。あと2つ目は、血糖値の急上昇ですね。例えばこちら3つ目にもつながるんですけども、高脂質、高糖質のものをいきなりこういっぱい食べてしまうと、あなたの血糖値がこう急激に上昇してしまう。その結果体の中でですね、脂肪をこう溜め込む、作用がこう一気に増えてしまうということなんですね。ですから特に夕食で召し上がるときは、こういった血糖値が急上昇しない低 GI 値食品と呼ばれる、緩やかに血糖値が上昇する食べ物を召し上がるとまるです。例えば白米よりも玄米、お肉よりも
あの低タンパクな、まあ、白身のお魚とかですね、そういったのを選ぶことです。まあ、あとは、まあ、こうバランスよくですよね、食物繊維が豊富な海藻サラダを入れてみるとか、お汁物、発酵食品のお味噌汁をこうセットにしてみるとかですね、特にその夜は、まあ、油たっぷりのものはやはり消化に時間がかかるわけですから、結果、太ってしまうということなので、そういったバランス良いメニューも必要です。そうですね、まあ、この3番にも今なっていましたけれども、その高脂質の食べ物、高糖質の食べ物は夕食はお休みしましょうねということです。別の動画でもお伝えしておりますけれども、まあ、孫は優しいという頭文字の食事を召し上がっていただいたりとか、腸内環境を良くする食べ物ですね、発酵食品であったり、あの食物繊維たっぷり、またオリゴ糖やあの DHA などのその青魚の油とかですね、そういったのをやはり夕食に美味しく召し上がっていただきたいと思います。ですから普段の夕食はそういったメニューをあの取り入れていただく。そしておすすめはこのプチ断食、プチファスティングをすることで意図的にその空腹時間を作ってあげること。そうすると、あなたの体の中でこうどんどん、糖質に代わるエネルギーとして脂肪を使うわけですから、寝てる間に痩せることができるということなんです。さあいかがだったでしょうか。このプチ断食はですね、あの簡単です。目安はできればその週に1回ぐらい夕食をお休みしてあげるのが一番ベストです。まあ、朝昼夜いずれをそのお休みして16時間作ってもいいんですけれども、やはり特にその16時間作ろうと思ったらお昼を抜くっていうのはなかなかね、その間で16時間って抜けないじゃないですか、保てない。なのでベストはやはり夕食をお休みすること、そして睡眠時間を味方につけて16時間作る。夕食ができないという方は、まあ、朝でもいいんですけど、ベストはですね、例えば、金曜日の夜の夕食をお休みして、土曜日がそのお仕事がなくて土日がお休みという方はですね、朝ごはんもお休みすることができれば簡単に16時間以上空腹時間作ることができますから、いかがでしょうか。あなたのその1週間のルーティンの中で、あ、この曜日だったら夕食抜けるなっていう日がですねあると思うんです。で、よく言えばですね、その夕食抜いたその次の日の朝も抜くと、もっとこの時間が確保できると思いますので、試しに、トライしてみてくださいね。で、このプチ断食、プチファスティングやファスティング聞いたことあるけどどうやったらいいのかなとか、あ、興味あるっていう方はですね、こちら、詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、こちらからご登録後、直接私まで遠慮なくご相談くださいね。そして、このお話、あなたご自身と、そして大切なご家族の方、周りの方のためにどんどんシェアして差し上げてください。そしてこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。